皆さんこんにちは、ウエストコーストボーリングの俊太です。今日はですね、全力ビール紹介ということで、いつもよりテンション高めでいきたいと思います。というのも、僕の好きなビールが今日リリースされるからです。そう、このビール、ドン、こちら見えますかね。こっちかな、いや、こっちかな、こうかな、これが正解ですね。ヘレスです。はい、ビール名ヘレス、そしてアルコール度数は 5%、 スタイルもヘレスということで、スタイルイコールビールの名前、なかなか珍しいというか初めてじゃないかな。いや、わかんない、初めてかもしれないです、これは。ということで、初めての試みのこのヘレス飲んでいきたいと思います。いや、あのね、このラガービールなんですけど、僕ラガービールが一番今好き。うん。お、めちゃめちゃいい音した。じゃあ注いでいきます。これ炭酸大事なんで、ゆっくり、ちょっとこう、あんまり泡が立たないように注いでいきます。うまそう。やっぱね、ストレートグラスですね。グビグビ系の感じがあるビールは絶対ストレート、僕はね。皆さんも真似してください。ドン、こんな色でございます。ストローカラーというか、黄金色、少し淡めぐらい薄い感じの色をしてますね。で、ほぼクリア、いや、クリアですね。薄ぼんやりしてるかな、クリアです。じゃあ香りからいきたいと思います。あの、いつもと全然違う。というのも、僕がいつもやってる平時 IPA とか IPA とは全く違う。もうね、爆買い由来なのかな。すごい、このスタイルがですね、もともとドイツミュンヘン発祥のスタイルなんですけど、あの、ピルスナービール、ピルスナーに対抗して作られたと言われています。これもね、ラガービールなんですけれども、ピルスナーに比べると、まあ、苦味とかが少なくて、麦芽本来の旨味とかコク、味わいがね、結構するっていう前評判がございます、ね、香りは、うん、麦芽っぽい香りよくあの、トースティーなんて言われたりするんですけども、ちょっとトーストっぽい香りがしたりとか、あとはですね、白ぶどう、ほんのりです、ほんのり白ぶどうします。まあ、ごたく言ってもしょうがないから飲んでいきます。乾杯。もうね、キレッキレですよ。キレッキレです。スルスル。もう、これ以上説明することがないぐらい。あの、キレ抜群ですね。で、重くない。本当にスル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 、もうね、入ってきちゃう。で、炭酸が少し強めなんで、あんま飲みすぎるとゲップしちゃうかもしれない。あの、強めなんで、これね、僕はこの強いままで飲みたいですね。あの、なんでかっていうと、口のでシュワーっていう、こう、舌触り。これ食事に絶対合うなと思ってて、本当にこうごくごく進んじゃう系のビールですね。これは味わいはさっき言った白ぶどう感っていうのは結構そんなに強くなくて、やっぱりこう麦芽っていう感じの味わいがすごくするんで、なんかこう初めてのスタイルなんで、ヘレスって僕らにとって。で、ブルワーたちもですね、あの IPA とか HIPA いろんなスタイル作ってるんですけど、やっぱね、この時期ちょっとジメジメして暑い時期、ヘレスがいいっていうことで決まりました。つまみ持ってきてってぐらい、めちゃめちゃこう食事と相性がいいはず。ということで、このヘレス、ここがうまいっていうところで、まず一つ、ライトな口当たりあの、重すぎないっていうのはやっぱ大事ですね。たくさん飲む、あの、パイントを2杯3杯飲めるビールだと思ってます、僕は。これをで、二つ目なんですけど、やっぱね、こう、バランス、味がどっかが突出してるとかじゃなくて、全体的に、こう、麦芽の旨味ギュッて詰まってる感じで、まあ、そこもバランスがすごくいいですね。そして、三つ目に、やっぱりこう、ちょっとこの炭酸の強めな感じが、これがね、また一杯、また一杯って進んじゃうんですよ。もうね、数え切れない。もうたくさんあるんですよ。ただこの三つだけ押さえとこう、みんな。はい。ということで、こんなキレキレのヘレス出しちゃいました。ラベルもね、もうある意味キレキレですからね。もう、無駄なものは一切ない。そんな、今回初の試みが多いヘレスですけども、皆さんもね、
ウエストコースト好きな方っていうのは結構、このラガービール、ヘレスとかって飲んでない方もいらっしゃると思いますので、これを機に、新しい扉、開いてみませんか？たくさん買ってください。乾杯！